2023年7月13日木曜日、しぎれもんネットラジオ、こよいしぎなラジオでということで、こよいもしぎの音楽でようこそ、しぎれもんです。さあ今日は木曜日8時お送りしていきたいと思います。この後のしぎれもんの最新情報、しぎれもん何したということで、私の最新情報、ネットの更新情報などをお送りしたいと思います。そしてその後はレモンニュース&エンタメチェックのコーナーということで、いや驚きましたけどね、タレントのリューチェルさんが、ね、マンションで亡くなられているのが見つかったということで、まあ、どうやら、ね、ご自身でということらしいんですけどもね、そちらの、ニュース、そして、今話題のツイッターの新機能コミュニティノートが、まあ、非常に話題ということなんですけどもね、そして、サイゼリア、あの、ね、粉チーズが、まあ、無料提供ね、なくなるっていうふうに昨日でしたっけね、言ったと思うんですけども、新しい価格発表ということで、そちらの、ね、ニュースなど今日はお送りしたいと思います。そしてシスポのコーナーは、マリーンズの情報、あの男はついにね、今ちょうどこの収録の時に前に今2軍戦やってるんですけども、あの男がついに帰ってきたということでね、荻野貴司選手がねついに帰ってきましたけども、そちらのニュースの話題、そしてトレンドレモンですけども、2023年上半期ブレイク女優ランキングベスト10ということでお送りしたいと思います。今日も8時から30分間どうぞよろしく。それでは今日のオープニング順でございます。しぎれもんで I want to change my face 変なあの言い方でしたけど、ね、I want to change my face。 この番組はしぎれもんグレービーの提供でお送りいたします。体は恐れをなしている、器を壊してしまうなら卵は新たに生まれゆく。 I want to change my face, change my face again, お前のようになりたいんだ。 I want to change my face, change my face againあなたのようになれないんだ。いっそ心も外売り渡す、すべては You, You, You。 時間は優しく流れてる、鏡が全てを記録する、流れは変えてはならぬもの、矛盾は大きく針を振る。 I want to change my ways, change my ways again, お前のようになりたいんだ。 I want to change my ways, change my ways againあなたのようになれないんだ。いっそ心も外売り渡す、それでも You, You, You、yeah。 自分にも堕落したいの。 I want to change my ways, change my ways again、 未来をもっと望みたいんだ。そして痛みもきっと忘れゆく、全ては憂鬱な前、いっそ心も外売り渡す、全ては You, You、しぎれもん何した。このコーナーは最新のしぎれもんニュースを自分自身で言っちゃうというコーナーでございます。それではネットの配信予定行ってみたいと思います。朝9時、本日のしぎれモーニングカフェ、バラでこんにちは、スタジオ弾き語りライブということで、私のエモなロックナンバー弾き語りライブテイク、ぜひ聞いてみてください。
正午シネコニャンズアワーということで、今日はシネコニャンズのつぶやきということで、プリプリのヤンググーニーということで、すっかりおじいちゃんにね、なりましたけども、まあ本当にプリプリの時代のグーニーも可愛いというおじいのイメージがすごく強いのでおじいのグーニーも可愛いんですけどもね、ぜひ見てみてください。正午シネコニャンデジタルハウスにて配信しております。6時レモンチューブステーション、今日の最新楽曲のご紹介、カサビアン、アルゴリズムズということでね、かっこいいですよね、このナンバーね。6時半レモンジュリーステーション、今日は、細かすぎる沢田研二切り抜きということで、6時半、配信となっております。急なニュースが入ってきましたら、レモンジュリーニュースに変わる可能性がございます。7時本日の不思議レモンニュースということで、今日は、私の、現在配信中の楽曲フラワーモンキーツアーオフィシャルオーディオの告知です。8時、このラジオ現在不思議レモン公式 YouTube でプレミア公開中、プレミア公開終了後不思議テレビを抜いて配信、不思議レモン公式ライブも同時に配信しております。9時、西城秀樹さんネットテレビ企画ということで、今回は秀樹ドキドキ初体験2回目ということで、前回告知して、しましたけども、初めて秀樹さんのライブをね、見てみたんですけども、良かったですよね、良かったですよねって誰に言ってんだ。いや、良かったですよ、本当に。もうめちゃくちゃ長くなってしまって、前編後編と2週に分けて、お送りしたいなと思っておりますので、今日は前編ということで、この後9時、不思議レモン公式 YouTube、 このまま、ぜひねチェックしてみてください。9時半不思議レモン、木曜不思議レモン劇場ということで、今日は不思議レモンテレビの没テイク NG 集でございます。昨日の不思議レモンテレビの未公開集でございます。この後9時半、ファンサイト演奏する限定配信となります。10時から1年前のシグレモンコンテンツを再配信、プレイバックシグレモン。1年前のシグレモンニュースはファンサイト演奏室、1年前の雇用不思議なラジオでのプレイバックは不思議テレビにて、この後10時プレイバック配信いたします。合わせてチェックしてください。今日のネット配信予定でございました。今日のシグレモンシジュールということで、今日は朝行ってるシグレモンコンテンツをした後は、お散歩行って帰ってきてですね、午前中ショート動画、作成編集、昼またいで1時半からラジオ収録、その後は、秀樹さんの、昨日収録した分の動画の編集作業で、ジュリーの分に関しては今日は、ニュースのやつはですね、今日はもう細かすぎる切り抜きでございますので、ちょっと楽をさせてもらうという感じでございましょうか。急なニュースが入ってきました。収録にね切り替わりますけどもね、そんな感じの今日は1日でございました。たまらない、こんにちは。
2曲続けてお送りしました。1曲目は不思議レモンでバラでこんにちはライブに代々木、そして2曲目が不思議レモンでメロディーライブに大阪でした。不思議レモン何したでした。レモンニュース&エンタメチェックのコーナーでございます。このコーナー最新のニュース&エンタメを独自の視点であやこや言うコーナーでございます。まずはこちらのニュースから。こちら7月12日 TBS ニュースよりリューチェルさんが都内マンションで死亡ということで、タレントのリューチェルさんが東京都内のマンションで死亡しているのが見つかりましたということで、マネージャーさんから、リューチェルさんが自殺未遂という110番通報があったということなんですけども、まあね、自宅でそのような形で亡くなっていることがね、まあ見つかったということなんですけども、まあ僕はあまりテレビを見ないので、この方がそのテレビをあまり見ないというか全く見ないので、どういうね、あまり話されているのもろくに見たことがないので本当にわからないんですよね、どういう方だったのかっていうのは。ただすごいこうネットで、まあ、SNS 等で別にその彼のことをなんかこう、フォローしてたりとか、検索かけたりしたことっていうのは一度もないんですけど、すごいこう話題がこうね、こう来るんですよ。なんかまあ今ねおすすめのツイートみたいな感じで来るじゃないですか、うん、でその来るおすすめのツイートがあまりポジティブなものではなくて、どちらかっつったら ネガティブで結構批判されているのが結構毎回のように来るんですよ。ああまたなんか炎上してるんだみたいなね、うん、でそもそも、ペコさんという方と結婚して、子供もできてと、でまあその後に去年離婚して、そのまあ離婚のなんかあれがなんかちょっと、まあ炎上じゃないけども、うん、なんか結構ネットで突っ込まれるようなことが多くてですね、でまあ結構その女性化というか、うん、まあ見た目ももう女性と変わらないぐらいのね綺麗な感じの、雰囲気にはなっていたんで、まあその僕もそのテレビね見ないんでちょっと全くわからないんですけども、なんかねその写真だけで言うと、あ全然なんか顔が変わったなというような感じは思っていたんですけどね。まあでも絶句してしまいましたね、やっぱり、うん、なんか安倍さんが亡くなられて1年経って、ちょうど1年前もその事件の時に絶句して、なんかやっぱりねこのコロナの、3年そして明けてなんか、うん、そういうニュースが多いなという悲しいニュースが多いなというふうに思ってしまうんですけどね。
まあ本当になんかそのタレントさんとか政治家の方にまあ批判をするなとは言わないんだけども、何でも言っていいってもんじゃないんだよということをそろそろなんか分かった方がいいかなと皆さん思っちゃいますね。うん、なんかあの相手に対してですね、こう何でも言えるっていうのは確かにその SNS とか、まあ、ネットの、まあ、ある種の、まあ、良さでもあるんだけども、でもすごくこう、まあ、非常に悪でもあると思うんですよね。うん、でツイッターなんかを見ておりますと、やっぱりそのリューチェルさんに対してですね、こう、まあ、批判というかかなり厳しいような、あこうまあ言ったらね、ツイートをしていた人がことごとくこう消しているんですよね、自分のツイートをですね。でそういうのは全部やっぱりこいつ消しやがってみたいな感じで、またそれを監視している人がいてですね、それがまあ、社名っていうかね、まあまあね、まあ言ったらね、スマホの、まあ、スクリーンショットスクショで撮られて拡散しているというような感じで、なんかその自分に返ってこないと思っているんですかね、そういうタレントさんとか政治家の方をこうかなりひどくね、誹謗中傷してる人っていうのは、それ全部自分に返って回り回って返ってくることですからね。自分が言われたくないことは基本的に人に対しても言わないというのがやっぱり、うん、絶対に僕は返ってくるものだと思いますから、やっぱりね、自分が返ってもいいことを相手に言うとかネットで言うということは、僕はそれはご自由にだとは思うんですけども、それが嫌なら、うん、必ずなんかそれで消してよかったってね、あ助かったって思っていらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんけど、そんな甘くないよと、あのいつまでもこう自分のもとにずっと書いてくるんだよというね、その反省がなければね。うん、でまあこういう事件が起こると、やっぱりすごくこう繊細な方だったというようなね、まあ、ニュースとかメディアとか言ったりするんだけど、僕は逆だと思っていて、このように自分自らの命をね、このような形にする方というのは基本的に僕はあのメンタルがすごい強い方だと思うんですよ。なんか芸能人の方ってみんなそうだと思うんですけども、もう最低限のメンタルの強さがないとやっていけないのかなということもあって、でも逆にだからこう受け入れちゃうんでしょうね、きっといろんな意見を、強いからハートが。だから僕なんかはもう全くその芸能人とかね、まあなりたくてもなれないと思いますけど、あの全くもう向いてないという人間のタイプですから、もう全く強くないんですよね、そういう受け入れるというか、そういうことはできないから、まあある種この YouTube とかこういうネットのまあ限定した世界の中で生きるということはできるんだけども、たくさんの人にこう見られて反応されてっていうのは、まあ、とてもじゃないとできないタイプの人間なんですよね。そう考えるとまあ強いんですよ皆さん、だから許容してしまうんですよね。うん、でいろんな意見をこう強いから、受け入れちゃう。で結局自分の状態がやっぱりこう、人間っていろんなね、強い人でも弱い時ってありますし、そういう時にこうガクってきちゃうんでしょうね。あとまあすごく一つ気になったことは、やっぱりすごく女性化されていることですから、なんかやっぱり女性ホルモンをまあ打ったんだろうなということを言われていてですね、まあそのような同じこう女性ホルモンを打った方のツイートなどを見ておりますとですね、まあもうそう分かるみたいなんですよ、女性ホルモンを打ったなという。ただ結局女性ホルモンを打つとどうなるかって言ったら、前まではこのラムロイドさんっていうツイッターのね、ツイートのか、アカウントの方が書いてるんですけども、僕も打ってるから分かるけど、前までは耐えれたことも女性ホルモンを打つと耐えられなくなるんだよ なるんだよねっていうふうにツイートされていて、まあ、つまり男性の状態であるときは強いから、さっき言ったみたいにいろんな意見が来ても許容できると。それがまあ女性化していくと、もうそこに耐えられなくなってしまうという、あのメンタルがやっぱりそう、だから今までできてたこうね、ブロックできていたことが一気にこう、こういうふうにガクってなって、今回のこのような行動を取ってしまったんじゃないかなという感じで、まあ結構同じようなことをおっしゃってる方もまあね、いらっしゃってですね、ああそういう、まあ、こともあるんだなと思うんですよね。だからまあこう女性ホルモンというのは気軽に、まあ、
変えて取れるもんなんですかね、全然知らないんですけど、まあ、いろんなリスクがある中で、ただやっぱりさっきも言いましたように、まあ相手に対してですね、やっぱりちょっとね、そういう発言というものをこう考え直さないといけない、時代というかね、いくらその向こうがやり返してこないからといってもですね、そんなことないんだよと、世の中っていうのは必ず言ったことっていうのは自分に回り回って返ってくるんだよということをですね、改めてね思ってほしいなと思いますし、何よりね本当にかわいそうですよね、このような形で多分いっぱい中傷とかもね、いろんなところでされたんでしょうね、本当に。だからちょっとまあ許せない、ことでね、本当に、ご冥福をお祈りいたします。こちら7月12日フラッシュよりツイッター新機能ファクトチェックで公開処刑続々、鳩山由紀夫氏はゼレンスキーが核攻撃要請のデマを謝罪して撤回ということなんですけども、最近話題となっているのがツイッターのコミュニティノートということで、まあこのツイートをしたらへんにですね、何かちょっとこうそのツイートに関して、ちょっとどうなのという感じの、まあ投稿の時は一般のツイッターのユーザーがですね、なんかコミュニティノートの協力者としてまあ登録して、そのままツイートに対してですねノートっていう形で返信することができると、それがまあ様々な視点かつ十分な数の協力者から評価が集まると、まあコミュニティノートとしてですね、そのまあいったツイートの下ら辺にダーンと出てくるわけなんですけども、で今回その鳩山由紀夫さんがですねツイートしたことに関して、まあそのようなノートが現れてですね、ご自身もちょっとまあ間違っていたということで、でまあということでまあ謝罪してまあ撤回したということで、これはまあ結構メディアにも出ているようで、まあ朝日新聞とか東京新聞とかですね、あと記者の東京新聞の望月さんとか、ツイッターのその下ら辺にそのようなコミュニティノートが、ついて、まあ結構話題になっている、わけなんですけども、まあどうなんですかね、そのノート自体が、きっちりと、なんていうんですかね、こう間違いないものなんですかね、その辺もちょっとまあ分からないんですけども、でも実際ね自分のツイートの下にそのような形でね、ファクトチェックみたいなのが出てくると、本人ももう間違えたっていう、今回の鳩山さんみたいな形でね認めざるを得ない部分はあるんでしょうね。まあだから近年そのデマツイートみたいなものが非常にね、まあ出回るようになって、それがまあ一般のメディアとかでもされているというような、まあ、現状においてですね、まあ、非常にそういう部分に、ね、役立つのかなと。ただこのノートというかこのねコミュニティノート自体の審議というかね、もうやっぱりされないといけない部分も、まあ、そのうち出てくるのかなという部分もありますし、このノートが出てもですね、支持する人、その言ったらツイートしている方を支持する人はこんなの嘘っぱちだという形でそのまま突き進むし、まあ、批判する人は何やっても批判するし、まあ、難しいところですねこの辺はね。またただまあ最近グダグダのツイッターの中では結構まあいい感じの、そのねちゃんとツイートするときは、きっちりとね、自分自身でよく調べてツイートしてくださいねということを心がけるようになるにはいい企画なのかなと思いますよね。こちら、7月12日、産経ニュースより、サイゼ、粉チーズ有料100円に価格維持で経費削減ということで、まあ、昨日でしたっけね、サイゼリアのそのチーズが、まあ、無料の提供をやめたというふうに、まあ、言ったと思うんですけど、それが、まあ、有料で、まあ、100円で提供ということなんですけども、まあ、100円ぐらいだったら、結構ね、お安い。それ、量決まってるんですかね、ここまでみたいな。まあ、でもまあ、ね、あまり高すぎてもね、まあ、逆にあれですから、まあまあ、ベストな、価格に落ち着いたのかなという感じはいたします。 CM の後はフシスポ、フシギレモンファンクラブ演奏のお知らせです。フシギレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、フシレモンリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくはフシギ音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。不思議レモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス、チューファイン。
月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングルアルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議レモンライブスペース電脳不思議レモショー、月額1100円で不思議レモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議テレビジョン、不思議音楽レーベルのネットテレビネットラジオが聞き放題、月額1100円、不思議テレビジョン、不思議テレビジョン、不思議テレビジョン。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。不思議レモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。不思議ネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。シスポー、ここからはスポーツの話題をお送りしたいと思います。レモンの千葉ロッテマリーンズ応援曲ということで、佐々木朗希、京セラに見参ということで、7回 1失点 14点って言えてない、全然言えてないけどね、7回1失点14奪三振で7勝目ということで、いやーもう三振ショーでしたね。初回こそはちょっと苦しみましたけども、あとはもうまあリードも結構ねしっかり取れたので、いやー見事な三振ショーでございましたけどもね。まあそんな中、角中選手ツーランね、ポランコ、なんとポランコ選手2番というね大胆な起用、また吉井マジックがね、炸裂しましたけども、山口選手のタイムリーということで、まあ、8回に何点差だっけな、4点差だったっけな、3点差、4点差か、横山選手がですね登場したんですけども、結構、迫られてきて、もうバッサリと、横山から、ね、ペルトモに変えたところは、ね、前回好投したんで横山選手はですね、そういうところはもうバッサリとこう切り替えて変えるところは吉井さんらしいなというリアリスト的なね、今回ダメならダメみたいなね。で、まあ、ベルドモ、そして、最後は増田、というリレーでですね、見事逃げ切ったという、形でございました。レモンニュースエンタメチェックでした。トレンドレモン、新しいもの、流行り物好きの私、不思議レモンが最新のトレンドについてあやかるトレンドレモンのコーナーでございます。今日は2023年上半期ブレイク女優ランキングということで、今年ね、上半期ブレイクした女優さんベスト10をお送りしたいと思います。第10位、桜田日和、9位、古川琴音、8位、原なのか、7位、ファーストサマーウイカ。この方、なんで同情するんですかね。そんなに出てるんですかね。6位、井桁弘恵、5位、渋谷渚、そして4位が、堀田真由となっております。そんなに、あ、大河ドラマも出るんだ、ウイカさん。すごいですね。なんかでもやっぱりちょっとこう個性があるから、ね、結構そういう役割、役柄的にはね、いいんでしょうか。ベスト3第3位、ヒコロヒーということでね。この方は芸人さんですよね。すごいですね、美人じゃないけど異様に色気があり、とても魅力的です。芸人にしておくのはもったいないと思います。エロティックさをとても感じます。神奈川県40代男性っていうね。失礼さとなんか褒めてんだかよくわかんないようなコメント残っておりますけども、まあ、でもなんか唯一無二感がありますよね。女優さんとしてもなんかすごくこう、逆に女優さんの方がいいんじゃないかななんて思ったりしてしまいますけどね。2位、山下美月ということで、乃木坂の方ですかね。美月、山下美月さんということでね、まあ綺麗な方ですよね。朝ドラや夜のドラマに継続して出演して、非オタクからの認知もあるから、20代男性っていうね、オタクの方でしょうかね。1位、ぬくみめるということで、日本アカデミー賞の新人賞の最後の候補まで残っているのを見た。今のドラマを見たら演技がうまくて納得、難しい表現なのにすごいなと思うということでね、30代男性広島ということなんですけど、そうなんですか、全然知らなかった。まあ、名前は結構ね、まあ有名というか感じですけど、モデルとかそういう感じのイメージなのかなっていうね、思っていたんですけどもね、女優さんとしてね結構まあ人気も出てるということなんですけども、ということで今日は上半期ブレイク女優ランキングベスト10、お送りしました。トレンドレモンでした。オリコンからのご紹介でした。お送りしてきました不思議レモンネットラジオ、今宵不思議なラジオで、明日は金曜日、フライデー夜11時からになります。また明日お会いしましょう。不思議レモンでした。生まれるだろう。